樹珠菊は台湾の慈善家。1951年台湾ウリン県西ラチンで生まれる。7歳の時家族で台東県に移り住む。台東県台東鎮人愛国民小学卒業。その後母親と死別し、7人家族を養うために学校を中退し、台東中央市場にある父親の親親で働き始めた。 1969年、弟が重い病気にかかり、治療は1年以上続いたため、生活は苦しくる。その後、地元の小学校の教師が募金活動を開始したが、間もなくして亡くなる。家族へのこのような親切な行為を経験して、将来貧しい人たちに役立つことを何かしよう決心する。2005年母校に、 図書館を建設するために450万台湾ドル、地元の個人員に100万台湾ドルなどを寄付した。質素な生活とわずかな収入にもかかわらず、様々な理念に対して1000万台湾ドル近くの額を寄付することができた。その内訳は子供の基金に3億2000万台湾ドル、さらにこの個人員の3人の子供たちを経済的に支えている。その活動により、 2010年にタイムの100人のヒーローたちに選ばれ、フォーブズアジア氏の48人の事前活動の英雄の一人にも選ばれた。現在、教育、食育と健康管理で貧困者を援助する基金の設立を計画している。ありがとうございます。